こんにちは、横浜朝日です。本日は2022年上半期行ってよかったカフェランキングトップ10を紹介します。紹介しきれなかったところや下半期のランキングも今後動画を出しますので楽しみにお待ちください。早速やっていきましょう。10位ゼブラコーヒー&クロワッサン、みなとみらいのマリーウォークにあります。店内はかなり広く100人くらいは座れそうです。カップルで来ている方やパソコンを広げて黙々と作業をしている方、友達同士の方と様々な使い方ができそうです。店内の一部の席やテラス席ではペット入店可らしいので、ペット連れの方は確認してから行ってみてください。続いてはお料理です。メニューはロゴもクロワッサンの通りクロワッサン系のメニューが多かったです。今回は通常のクロワッサンの他にもエビタルタルサンドイッチやツナのサンドイッチを注文していただきました。当たり前ですがどれも美味しい。しかも一つあたりがかなり大きいんで、二つ食べたんですけどマジでお腹パンパンになった。一つでも良かったんですけど食い意地張って二つも注文しちゃいましたね。さらにここは窓からの景色も良く、海を眺めながら美味しいクロワッサンを食べれるのが最高でした。価格帯はクロワッサン440円、サンドイッチ系は700円から800円するものまであり、意外と高めのカフェでした。雰囲気も良くて店内も素敵なので、ぜひ皆さんも行ってみてください。第9位ユニコーヒー。こちらは美味しいコーヒーとスイーツが楽しめる横浜発のカフェ。館内マークイズみなとみらい、日本大通り、元町、横浜岡野と横浜市内にかなりの店舗数があるのが特徴です。さらにペイペイのような決済手段を独自のユニコーヒーアプリで持っており、友達に一杯プレゼントしたり逆に送り合ったりすることができます。店内の雰囲気はシンプルかつおしゃれな店内で、どの店舗も白を基調としていたり水色のカラーなど洗練されたデザインなので可愛いです。僕はいつもスイーツをいただくよりコーヒーを注文してパソコン作業することが多いですね。いろいろな店舗に行きましたが、コンセントなどもほとんどの席にあるため長時間の作業もできちゃいます。もし横浜のカフェで今日は作業ですってなったらユニコーヒーが一番先に思いつきますね。あとは館内の店舗では海外のビールが置いてあり、めちゃくちゃ種類があったので今度は友達と遊ぶ時に利用したいですね。ビール飲みながら優雅に過ごしたい。他の情報としてはユニコーヒーのアプリを取るとドリンクのサイズを無料で大きくできたり、ユニペイにチャージして使うことができるので、ユニコーヒーに行く際にはダウンロードしてみてください。2人以上で行けば無料券を送り合うことができるので、初めはお互い無料で楽しめるのでめちゃめちゃお得に利用できちゃいます。第8位ラルフズコーヒー。皆さんご存知のファッションブランドラルフローレンですが、新宿や表参道など日本全国に5店舗ほどラルフローレンのカフェがあり、その中の一つにニューマン横浜4階にもラルフローレンのカフェがあります。ニューマンのカフェどこも混んでいますが、ここも人気店です。店には普通のショップのようにラルフローレンの服が販売されているので、カフェのみではなくショッピングも楽しめちゃいます。さすがは人気のファッションブランド。椅子の様子とかテーブルの感じもとてもおしゃれだなぁと感じました。カラーがグリーンベースでとても可愛いですね。そして今回注文したのがラルフズコーヒー500円とポロペアクッキー594円です。このクマちゃんクッキー結構インスタとかで見かけたので注文してみました。コーヒーは苦味と酸味のバランスがちょうど良くて、大きめの紙カップにたっぷりと入っていたので飲み応え十分でした。ポロペアクッキーはとにかく見た目が可愛い、もちろん美味しいし甘すぎずコーヒーに合うクッキーでした。少し高いですが見た目の可愛さや味やボリュームで全然損はしないです。その他の情報として店内の席数などのお話ですが、店内はカウンター席が5つほどで、表のテーブル席も5テーブルほどで数は少ないので長時間利用にはあまり向いていないかなと思いました。グループでワイワイ使うってよりかは一人で買い物の合間にコーヒーとスイーツをさっと美味しく楽しみたい時にぴったりかなと思いました。第7位ゴディバカフェ。ゴディバのカフェでみなとみらい駅すぐのところにあります。ケーキ、マリトッツォ、クロワッサンなどゴディバということでチョコレートを使った商品がたくさんありました。そして僕はコーヒーチョコレートセット590円を注文しました。このチョコ一つ432円というね、なかなか高級なので大切に味わっていただきました。ちょっと高いですがこのトリュフはもう濃厚で文句なしの味でしたね。トリュフも大好きなので何個でもいける味でした。店内もおしゃれで綺麗で広くてソファーが心地いいのでと
とても優雅に過ごせます。みなとみらいのカフェの中でも店内の雰囲気トップクラスでいいので、行ったことないって人は行ってみてください。第6位、スタージュエリーカフェ。スタージュエリーがプロデュースするカフェ&ショコラティエ。白を基調としたスタイリッシュな外観にショコラブラウンが映えます。メニューはスイーツやチョコレート、ドリンクが中心で、サンドイッチなど軽食もありました。ギフトにもおすすめのテイクアウトアイテムも充実しています。僕はピスタチオ、フランボワーズ、キャラメル、ストロベリーティーのチョコレートとコーヒーを注文しました。どれも絶品でした。店内雰囲気も白を基調としていて、テーブルや床の大理石のようなデザイン、かっこよすぎます。そして2階にはスタージュエリー元町本店にてブライダリングをご制約いただいた方にご利用いただける広々としたブライダルラウンジがあります。高級感はまるでホテルラウンジのようなので、気になった方は行ってみてください。元町でショッピングした後にも最適ですね。第5位、アイコニックステージ。こちらは東博楽駅にあります。1階が店舗、2から5階で運営会社のオフィスなどで活用されており、特に3階では水耕栽培のファーム農場でハーブなどを育てています。おしゃれで洗練されている店内では、3階で育てられたハーブティーなどをいただける地産地消ならぬ天産天消が体験できます。新しすぎる発想、すごすぎます。メニューはサラダやカレー、パスタなどの軽食類から、さまざまな種類のキューブケーキや自転栽培のハーブティーなどがいただけます。このキューブケーキが気になりすぎて行ってみたんですよね。濃厚なのに甘さは控えめで繊細な味がしました。とても美味しかったです。こちらも全体的に白を基調とした店内で、水色のカラーも可愛いです。東博楽だったら一番おしゃれなカフェだと思いましたね。他にはテラス席利用もできますし、ワインなどもあるので、夜にゆっくり料理をいただくこともできそうです。お店で栽培したハーブを使ったティーなど、気になった方は行ってみてください。第4位、ピースフラワーマーケット。元町中華街駅にあります。ここは見ているだけで幸せになるようなスイーツ好きにはたまらないカフェとなっております。店内テラス席にはお花がたくさん飾ってあり、嬉しい気持ちになれます。まるで海外のおしゃれカフェにいるような素敵な空間です。店内にはソファー席から普通のテーブル席までありますし、テラス席も結構席数がありました。晴れてる日にテラス席でパンやスイーツをいただけるの最高すぎますね。メニューには様々な種類のパンがあり、絶品のスコーンからケーキ、マフィン、タルトなどがあります。個人的にタルト大好きでよく注文するのですが、ここのタルトはサクサクの生地で、ストロベリーまで全部美味しかったです。ダブルチョコのスコーンも注文したのですが、今まで食べたスコーンの中で一番と言っても過言ではないほど美味しかったです。コーヒーととても合いました。第3位、ザビーチティーファニー。こちらはウェディング会場やフォトスタジオを併設した複合施設なのですが、その中にティーファニーというカフェが併設されていて、そこにはまるで海外のビーチリゾートのようなスポットが広がっています。白い砂浜には大きなパームツリー、ビーチベッドなどがあり、この日は暖かい日だったのでビーチベッドに寝転んでいました。雰囲気良すぎましたね。どこを切り取ってもワクワクする非日常空間です。続いてはティーファニーのメニュー、クレープがメインで、ツナや卵、チーズやハムをトッピングした食事系のクレープや、生クリームやフルーツ、アイスクリーム等がトッピングされたデザート系のクレープメニューが数種類ありました。僕は今回はストロベリーチョコレートのクレープを注文、ドリンクはピンクグレープフルーツを注文しました。眺めのいいテラス席でいただき、優雅なひとときを過ごすことができて幸せでした。クリームも嫌な感じのクリームではなく、重く感じませんでした。店内のおしゃれさ、フードの美味しさ、ドリンクも美味しいし、雰囲気が最高という、まさに横浜一のカフェといっても過言ではありません。所在地は元町中華街駅から徒歩約15分と少し距離があるんですが、それでもたくさんのお客さんが来ていました。さすがは定番の人気カフェ、最高でした。第2位、バニラビーンズ。みなとみらいハンマーヘッドにある横浜初のチョコレート専門店、本店も近くにあります。テラスもあり、店内から見える景色もいい、おしゃれなカフェです。メニューも美味しく、みなとみらいドーナツをはじめとするケーキや引きチョコレートなども楽しめます。どれも濃厚なチョコレートの味で、食べれば食べるほど口の中がとろけていき、幸せな気持ちになれます。ドリンクも豊富で、コーヒーはもちろんショコラッテが美味しすぎます。
僕は甘党なのでホワイトチョコレートと抹茶のショコラテが大好きですね。甘いものかける甘いものでも重たく感じないので、とにかく美味しそうだと感じたものを頼んでみてください。この日は少し暑かったのですが、テラス席が綺麗すぎてテラスでいただきました。鎌倉の店舗なども行ったことがあるのですが、店内もおしゃれで楽しめましたね。引きチョコレートなのですが、鎌倉の店舗でいただいて、これは丸々の味っぽいなぁとめちゃくちゃ楽しめたのでおすすめでした。行ってみてください。第1位、ソマーハウス横浜ベイホテル東急にあるカフェラウンジ。ここではアフタヌーンティーも楽しめるため行ってきました。窓際の席は横浜らしさを感じられる風景で、遊園地などが見れます。ラウンジということでガヤガヤしていなく、ゆっくりとした時間を過ごすことができて、雰囲気も良かったためおすすめです。料理やケーキも美味しく、この時はイチゴの季節だったためピンクがメインのケーキで可愛かったですね。季節ごとでアフタヌーンティーの内容が変わるので、何度行っても楽しめるお店だなと感じました。また秋とかに来たいですね。アフタヌーンティーも大好きなので、今度アフタヌーンティー特集もしたいなと思いました。こちらのアフタヌーンティーの料金は約4400円あたりとなっていて、プランごとに少し料金が違ったりするので、ホームページなので確認してみてください。ちょっといい価格帯なので、何かの記念日や特別な日などにいかがでしょうか。ということで、2022年上半期僕が行って良かったなぁと感じたカフェ紹介でした。皆さんはどのカフェに行きたいと感じましたか？コメントで教えてくれるとありがたいです。また上半期のランキングも作りたいので、ここおすすめだよっていうものがありましたら、そちらもコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。